こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日は光電センサーの仕組みと動作原理について解説します。今日お話しする内容は次の3つです。光電センサーの動作原理と特徴。光電センサーの3つのタイプ。具体的な使用例。それでは早速解説を始めていきたいと思います。 光電センサーの仕組みと動作原理について解説します。光電センサーは物のの有無検出をすす。るることがでできるセンサーです例えばペットボトルの飲料充填の装置があったとしてもしペットボトルがない時に充填すると液がこぼれてしまいます。ですから光電センサーでペットボトルがあることを検知してから飲料充填の動作を許可することでこういった事故を防ぐことができます。 それではどういった仕組みで光電センサーが動作しているのかどのような使い方をするのかを詳しく解説していきます光電センサーは光を照射して光が遮られたかどうかを検出します投光側と受光側があり 投稿側が光を出しているのに受光側に光が届いてないということは物が光を遮っているということです。ですから光の通り道に物があると考えられます。このような理屈で製品の有無検知を行っています。光電センサーは非接触で物体の有無を確認でき検出距離も長いのが特徴です。同じ非接触センサーとして 近接センサーもありますが、検出できる物体は材質に制限がありますが光電センサーはほとんどの物体を検出可能です光電センサーは光量の変化を検出して物体の有無を判定しています例えば受光側で受けている光量が1000から400に減ったとしますこれは光の通る道に何かがあって光量が変化したと考えられます この変化量をアンプで検出し、信号を出力するようにしています。はい、それではアンプというものがどういうものか解説していきたいと思います。今ご覧いただいているアンプは別置きタイプのアンプです。光電センサーと一体型になっているものもありますが、 このタイプは別置きで、点出部から遠いところで設定できるのが特徴です。このタイプですと、右側の4桁の数字が受光側の光の量です。左側の4桁の数字が色位置の値です。例えば、位置の値を500に設定していると、受光した光の量が500を下回ると、信号を出力するようになります。500を上回っていると、信号は出力されません。 光電センサーは光が遮られることで出力する装置なので、物が光を遮って光の量が減った量をこのアンプで設定するわけです。光量の減少した値を式位置としてアンプで設定して、式位置以下になったら信号を出力しますが、物の,の形状や色味の違いにより遮光量が微妙に違いますので、検出漏れがないように安全な値を設定します。 同じ物体でも受光側に入ってくる光量は400だったり450だったり、ばらつきがあるので、敷地を大きめの600に設定すれば、個体差を気にすることなく安定した検出ができます。光電センサーの検出距離は数十センチから数十メーターと、広い範囲に適用できます。それでは光電センサーのタイプを解説していきます。タイプは3種類あります。 1>, 1つ目は透過型です。投稿側と受光側が分離したタイプです。対抗する投稿・受光期間の光軸を検出物体が遮ることで検出します。検出距離が長く、検出位置精度が高いです。不透明体であれば、形状・色・材質に関係なく検出できますが、光軸を合わせる必要があります。2>, 2つ目は反射型です。 投光と受光側が一体型のタイプです。検出物体に光を照射し、検出物体からの反射光を受光して検出します。製品からの反射が必要で、検出距離が短いです。センサー本体だけの取り付けだけで済んで、小スペースです。光軸を合わせる必要がありません。反射体であれば、透明体も検出が可能です。三つ目は、回帰反射型です。 反射板を使って反射してくる光を検出するタイプです。投稿側のセンサーから光が出て、反射板または反射テープから戻ってくる光を検出物体が遮ることで検出します。反射板や反射テープをリフレクターと呼び、この反射板や反射テープは狭いスペースに取り付けが可能です。リフレクターは配線がないので、配線が小スペースで反射型に比べて検出距離が長いです。 光軸合わせも簡単です。不透明体であれば、形状、色、材質に関係なく検出することができます。それでは具体的な使用例について解説します。1つ目は生産数のカウントです。製品の生産数のカウンターとしての使用例を紹介します。このようにベルトコンベアから落下してくる製品の数を数えるために、 光電センサーを利用できますこのようにベルトコンベヤーの端から落下してくる製品位置に光電センサーを配置することで製品が通過した数をカウントできますこの図のセンサーはスクリーン上の光を照射することができるタイプで製品の通過位置が安定しない場合でも検出することができます2つ目はポトセンサーによる回転速度計測です 投稿側と受光側が一体構造になったフォトセンサーという分類の光電センサーがあります。このような形状をしていて、この字型の内側を通過することで数量をカウントすることができます。これを利用してシャフトの回転速度を算出できます。また、2つのフォトセンサーを使うことで回転方向も検出することができます。A のドグのスリットと B のドグのスリットを少しずつずらして配置します。 そしてそれぞれのフォトセンサーの信号を検出すると A と B が時間的にずれれて検出されます。これを利用して右回転の時は A が先に信号出力され左回転の時は B がが先に信号が出力されます。そしてさらに最初に出力された信号からの信号数をカウントしているので回転角度まで計算できるのです。 この図の場合は円周に30個のスリットがあるので12度刻みで角度を算出することができます。500個あれば0.72度刻みです。このように光電センサーの使い方を工夫すれば回転数回転方向回転位置を算出できるのです。これを利用したものをロータリーエンコーダーと言います。ロータリーエンコーダーについては別の機会に詳しくご紹介しようと思います。 このように光電センサーは様々な利用方法がありますので、皆さんの設計にお役立てください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。